札幌ドームに対して対戦相手が、ピッチの芝生の状態が良くなさすぎるかなと、不満を漏らしているわ。2024年は2月中旬に気温が2桁まで上昇するなど、異常気象に見舞われたからな。芝生って、日ハムの移転の時も人工芝がペラペラすぎて、選手の怪我の恐れや膝を痛める可能性を指摘されていたわよね。だが、札幌ドーム側は総額61億かけて、ドーム内を改修していると言っているようなんだ。ええー、そうなの？それじゃあ今回は、札幌ドームの抱える問題を見ていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。札幌ドームは、北海道札幌市豊平区羊が丘にあるサッカー、野球兼用のドーム型スタジアムなんだ。施設は札幌市が所有し、札幌市と道内財界各社が第三セクター方式で出資する。株式会社札幌ドームが指定管理者として、運営管理に当たっているんだ。時々耳にするけど、第三セクター方式とは、一体何かしら？地方自治体が、民間企業と共同出資により、独立した事業体として、公共性が高い事業を行う方式だぜ。札幌ドームは2001年6月2日に開場し、2002年度の赤レンガ建築賞を受賞している。赤レンガ建築賞って何かしら？聞いたことがないわ。北海道と建築関係団体5社で構成している建築賞で、地域社会の発展に貢献するような、創造性豊かな建築物などを表彰することを、目的にしているようだ。なるほど、そういう賞があるのね。開業時より広場という愛称が付けられていて、開業15周年を迎えた。2016年6月2日からは、チャームコロンというマスコットキャラクターを使用している。日本プロサッカーリーグ、北海道コンサドーレ札幌の、ホームスタジアムなんだぜ。すごいわね。2004年から2022年までは、日本プロ野球、パシフィックリーグ所属の北海道日本ハムファイターズの、本拠地球場でもあったんだ。その関係で、プロ野球とプロサッカーが本拠地を共用する日本唯一のスタジアムだったぜ。野球とサッカーの本拠地が同じなんて、さぞかし大きいんでしょうね。また、2008年から2009年まで、プロ野球マスターズリーグ、札幌アンビシャスの、本拠地でもあったほか、様々なイベントやスポーツの国際大会が開催されているんだ。これはなかなかすごいわ、野球とサッカーだけじゃないのね。札幌ドームの事業内容は、アリーナ、諸室などのイベント利用への貸し出し、およびイベントの運営サポートを行う貸し館事業、またドーム内の飲食物販売用の管理運営を行う、商業事業、ドーム展望台およびドーム見学ツアーの運営を行う観光事業、草野球、サッカー練習場およびトレーニング室の一般市民利用管理を行う市民利用事業がある。これまた、思うよりたくさんあるのね。まだあるぞ。ドーム内広告看板の販売管理を行う広告事業、ドーム駐車場の管理運営を行う、駐車場事業、各種イベントのチケット販売管理を行うチケット管理事業など、これら7事業を主に行っているぜ。多岐にわたっていて驚いたわ。実は、2024年3月10日に、FC 東京所属ゴールキーパー小玉剛選手が、気になる投稿を X、旧 Twitter でしたんだ。へぇ、どんな投稿かしら？投稿の中で、少しピッチの芝生の状態が良くなさすぎるかな。あれじゃ繋ぐサッカーが難しくなっちゃう。と述べたんだぜ。確かに、サッカー選手からすると、芝生の状態は気になるわよねー。というか、ある意味生命線と言っても過言でないかしら。実際、2024年3月10日に札幌ドームで行われた、明治安田 J1 リーグ第3節の、北海道コンサドーレ札幌と浦和レッズの試合で、浦和の選手が相次ぎ負傷して交代した。もしかして、芝の状態関係かしら？そう、これについても、ピッチの芝の状態が悪かったのでは？という指摘が広まってるんだ。ちょっと選手がかわいそうだわ。この日のサッカー競技場は茶色がかった色をしていたため、試合中継を見た一般人が SNS で、芝やばくね。芝の色が気になる。大丈夫か？なんて言っていたな。サッカー選手だけでなく、一般人が見て指摘できるレベルなんて、よっぽどだわ。札幌ドーム側は、何もしなかったのかしら？実際、選手からも劣悪さを指摘する声があるみたいだぜ。札幌ドームはプロ野球球団、北海道日本ハムファイターズが、本拠地を移転した影響で、2024年3月期の純損益について、約3億円の赤字見込みなんだ。なんか、とてつもない赤字ね。日ハムの影響力は多大なものがあるわ。その赤字のせいで、
芝のメンテナンスが行き届いてないのではないかと不安視されている。なるほどねー。でも、芝がちゃんと整備されてないと、選手が怪我したり大変よ。札幌ドームの野球モードは人工芝になってるが、サッカーモードは、ホバリングサッカーステージと呼ばれる天然芝が使用されているんだぜ。ホバリングってことは、浮くのかしら？そうなんだ。縦120メートル、横85メートル、重さ8300トンの天然芝ステージがスタジアムの、屋外バックスクリーンの奥手で育成されており、使う時には外野席が一部移動して開き、天然芝ステージが空気圧で浮き、車輪でスタジアム内に移動するんだ。この発想はなかったわ。芝が車輪でスタジアム内へ動くなんて、客席の一部は可動式になっていて、長方形の天然芝ステージに合わせて、客席スタンドの形状も変形するんだ。ちなみにコンサートやイベントで使われるときは、人工芝も天然芝も取り払われた、コンクリートの床が露出するようになるぜ。ギミックは素晴らしいけど、肝心の芝があれじゃお寒い限りだわ。そもそもなぜ日ハムは、札幌ドームを去ることになったんだっけ？2001年に開業した札幌ドームは、経営を安定させるため、プロ野球球団の、北海道日本ハムファイターズを誘致して、2004年から日ハムの本拠地となっていたが、札幌ドームは、2016年に日ハムから徴収する1試合あたりの使用料を値上げしたんだ。それじゃあ、日ハムは収入減ね。日ハムからしたら困ったわね。日ハムが札幌ドームに支払っていた使用料は、1日あたり約800万円ぐらいらしく、球場内の広告料や売店などの施設からの収入も、札幌ドーム側の収入となり、日ハムは、2016年から本拠地移転の検討を本格化したんだぜ。まあ日ハムからしたら、収入が球団の方に入らないのは理不尽な話よね。日ハムは2023年から、本拠地を北広島市のエスコンフィールド北海道に移転させた。そして、札幌ドームは日ハムの流出で年間20億以上と見られる売上を失った。やっぱり、球団による収入は大きいわねー。しかし、20億とは、2023年には札幌市の支出によって、総額10億円を投入し、1から2万人規模のイベントを、開催する新モードを搭載したが、使用、予約件数は低迷している。なかなかうまくいかないわね。少なくとも、10億の投資には見合わないわね。札幌ドームは音響が良くなく、ただ4から5万人を集めるドームのうちの1箇所という、付加価値があったから、使用するアーティストがいた。そのため、2万人以下の新モードを利用する必然性がないそうなんだ。北海北エール島、1から2万人収容のドームは道内にも他に存在するんだぜ。確かに、他に競争相手がいるとなかなか難しいわ。一方で、4から5万人規模の通常モード利用は4件決まっているというんだ。なかなかミスマッチってところね。2024年1月からは施設の命名権を1年で2億5000万円以上、希望期間は2から4年、という条件で公募したが、応募締め切り日である2月29日、応募なしということが発表された。そう考えるのも至極妥当かしら。札幌市の2024年度予算では、札幌ドームへの助成金として、1億4000万円が計上されているんだ。かなりの額になるのね。ただ、このままだと、札幌ドーム独自の人工芝を巻き取って客席スタンドを移動させ、屋外で育成している芝をスタジアム内部に持ってくるという最新鋭の方式を、維持できるかどうかはかなり疑問らしい。サッカー専門のスタジアムならば、本来発生しないコストになるんだ。宝の持ち腐れゆえに、コストが生じているわけね。札幌市長、秋元克弘氏によると、どこを改善すれば、どういう風に使っていただけるのかということを、しっかりやっていく期間なんじゃないか、とコメントしている。実際赤字が出たり、芝が良くなかったりすることから考えると、少しのんびりしてるわね。札幌市民は日ハムの移転が決まって以来、ドームのこれからを心配していたが、ここに来て緊張感のない、悠長なコメントが各方面で波紋を呼んでいるようだぜ。確かにそれはわかるかも。スポーツマーケティング関連会社関係者の話を紹介すると、ドーム側も動いてはいる。サッカーの北海道コンサドーレ札幌との関係強化、高校野球の秋季大会の誘致、敷地の有効活用など今までは考えられない努力をしている。しかしプロ野球の影響力には及ばない。広告看板を含め、お金が流出している。とのことだ。プロの日ハムを埋めるほどのコンテンツって、正直かなり難しいかもしれないわね。そうだよな。日本ではどちらかというとサッカーより野球の方が知名度が上だしな。
高校野球では、秋季大会の準決勝、決勝の開催地に決定したし、敷地内にスケートボードの練習場を設置するなど、多くの市民が利用できるようにシフトしている。でも現実問題、日ハムがもたらすほどの経済効果をもたらしていないのが事実のようだ。計画性がないのに血税を投入されても、市民感情としても困るわよねー。そうなんだぜ。施設の命名権も、はっきりとした動きもないし、日ハム時代には、場内にびっしりだった広告看板も、サッカーでは映像の映り込みが限られるため撤退しているところもあるというし、そういうデメリットもあるのね。今後の中核と位置づけられる、J リーグのコンサドーレ札幌も余裕があるクラブではなく、札幌ドーム側から日ハムのように、不利な条件を提示されれば今後難しいんだ。そもそも J リーグは、下部のリーグへ降格という仕組みがあり、もし降格したら、計画が破綻する可能性がある。じゃあ J リーグに頼るというのは、かなりハイリスクということね。スポーツマーケティング関連会社関係者の話を紹介すると、競輪開催や動物園、植物園としての活用、インドアスキー場などで使用するなど、多くの意見が出始めている。やれることを取り入れないと手遅れになる。収支改善が見込めなければ、最終的に解体という話が出てくる可能性もある。なかなか厳しい話ね。ネットを中心に加熱し続けている札幌ドーム叩きだが、その中には、根拠なき批判や、嘘が散見される、ということを言う人もいる。例えば、球団側の要望に札幌ドームは答えてこなかったから、日ハムに逃げられた。という批判は、実は事実とは異なるというんだ。本当のところは、どうなのかしら？火のないところに煙は立たぬとは言うし。2016年、球団側から芝生の質改善の要望が出され、費用をすべて札幌ドームが負担することで、2018年に芝生は更新されてるんだ。別に日ハムを無視していたわけでもないようなんだ。そうなのね。でも、2024年には芝の状態が良くなかったみたいだし、維持がうまくできなかったのかしら。札幌ドームの2023年3月期決算報告書によれば、日ハムをはじめとした主催者たちからの要望に応え、2023年3月期までで札幌ドーム負担で、累計61億円の施設改修を行っている。その割に手落ち？みたいな部分が垣間見えるわねー。そうなんだよなー。もうちょっとなんとかならなかったのか、疑問に思うんだぜ。札幌ドームは、当初から野球やコンサートなど多目的利用が検討されていたんだ。サッカーだけでは元が取れないからだな。2002年、2003年の段階では黒字で、多目的施設としてもある程度採算が取れていた。しかもここで日ハムが来た。これはなかなかラッキーね。サッカー、日ハムだけでなく、コンサートや就職関連のイベント会場や、介護福祉士といった国家資格の試験会場として、現在も活用されているんだ。そうだったのね。そこで、日ハムは札幌ドームの指定管理者になろうと要望したが、認められなかったことがあり、それが批判の対象になることがある。指定管理者？指定管理者というのは、2003年の地方自治法改正によって開始された制度で、公の施設の管理運営を、自治体が指定した業者に任せるという仕組みだ。仮に日ハムが指定管理者になれば、球場内の物販飲食などの利益が球団に入る。別に悪くないじゃない。どうしてダメになったの？指定管理者を日ハムへ、には反論があって、それは札幌ドームが市街化調整区域に立っているからということだ。市街化調整区域とは一体何かしら？市街化調整区域というのは、住宅や商業施設を建てられない地区のことだ。だから仮に、日ハムが指定管理者になってもボールパーク、簡単に言うと、日ハムが構想する野球場プラス商業、交流施設はできなかったというんだ。でも、それはそれで札幌ドームの物販飲食はなんとか日ハムの利益にって方針にならなかったのかしら？そうだよな、反論の根拠としては今一つ薄いな。確かに、赤字だからそう言われても仕方ないのかしら。これについて、札幌ドーム株式会社には、約22億円の余剰金があるため、すぐに税金が投入されるような状態ではない、という反論がある。これもすっきりしない反論ね。赤字だったのは真実でしょう。割と日ハムに依存していた、ということではないかしら？普通に考えてそうだよな。その他、日ハムが抜けたことで、札幌ドームの利用日数が半分に減る、という意見に対し、これは間違っている、実際にはホームページに載せてないイベント利用が多数あるという反論があるのだ。これは確かにそういうことかもしれないわね。
今後の展望としては、コンサートやイベント利用を増やしていくことが重要だろう。日ハム時代、野球が入っていてできなかった土日に、イベントが入ってきたというぜ。土日に、今まで入ってきたようなことがないような、イベントが入ってくれば、物珍しさもあって注目されるのではないかと思うぜ。それもそうね。日ハム撤退で空いた土日を、プラスに考えて乗り切れればいいかもしれないわ。施設の命名権の動きでも、応募はなかったが、問い合わせは何社からかあったそうで、交渉は続いているらしいんだ。そうだったのね。さすがに札幌ドームほどの施設の命名権に、誰も反応しないはずがないもの。金額の多い少ないはあるだろうが、値段がつかないことはないだろう。やっぱりそうよね。これで赤字も少しは減るかしら。日本で5大ドームという分類があるが、それは札幌、東京、名古屋、大阪、福岡なんだ。札幌もちゃっかり入っているわ。やはりそれだけ重要な場所なので、なんやかんや言って、赤字がずっと続くとは思えないぜ。これからの札幌ドームの動きに、注目ね。みんなは札幌ドームについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。